源氏は明石から送ってきた使いに手紙を持たせて返した。夫人にはばかりながら細やかな情けを女に書き送ったのである。毎夜毎夜悲しく思っているのですか。嘆きつつ明石の裏に朝霧の立つ矢と人を思いやるかな。こんな内容であった。